学術会議の6人は徹底的に調べ上げろ。妻、息子、娘、すべて調べろ。調べたことはマスコミを使って宣伝しろ。文部省の前川事務次官の時のように読売新聞を使え。杉田秘密警察はあり一匹逃さない。杉田秘密警察、ふふ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 ふ。官房副長官、ご承知のように警察官僚上がりでまさに公安畑の方で、そして、内閣人事局長を兼務されている初めての事務方の官房副長官、初代人事局長は加藤官房長官ですね。2代目が萩生田文科大臣ですね。事務方で初めて人事局長と、そして副長官を兼務しているという、これもう本当にスーパー官邸官僚、影の総理じゃないですか。そういう方がまさに内閣調査室、あるいは公安警察、公安調査庁、そういうところに指示を出して、今のような身辺調査、思想調査、こういうようなことをされているという疑い、そしてまたそれを非常に今回任命拒否をされた6人の先生方の中にも、なんか不穏な変な手紙が来たとか、なんでこんなプライベートの内容を知っているのか、あるいは自分のことじゃなくて、その6人の他の先生のことを書いた手紙が、どうしてこんなことが分かるんだというようなものが届いて、あたかもお前のことも調べてるぞ、まあそういう本当に不穏なですね、怖いというか気持ち悪いというか、そういうことも起こっているということも私直接聞いてますから、もしこういう身辺調査、あるいは思想調査、こういうようなことが内閣情報調査室とか公安警察とか公安調査庁とか、そういうところを使って行われているようなことであっては、これまさに違法を超えて違憲、憲法違反、思想信条の自由を犯すわけですから、こういうことが行われているのかどうなのか、それを私は確認をしたいから、どのような方法で調査をされているのかと聞いているんです。学術会議の6人は徹底的に調べ上げろ。妻、息子、娘、すべて調べろ。調べたことはマスコミを使って宣伝しろ。文部省の前川事務次官の時のように読売新聞を使え。杉田秘密警察はあり一匹逃さない。杉田秘密警察、ふふ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 。